です。品番が2562の、シャイニー クロスオーバーワンピースです。お色味が、モッピちゃん着ているのが、ミント。ミントです。ミントです。かわいい。私が着ているのがブラウン、はい、ブラウンです。で、ゆうちゃん着てるのがベージュでございます。全然印象違うね、変わる、かわいい。はい、で、3色でお値段が5800円でございます。イエーイ。では、早速、はい、おすすめポイントをしていこうと思います。なんて言っても、昨日もご紹介したブラウスがマットサテンだったんですけど、こちらは逆に結構ツヤ感のある上品なサテンのワンピースになってます。はい、はい、で、名前にもある通り前がカッシュクールになってまして、ちゃんとサイドに紐を通す穴が開いてます。なんでリボンをぐるっと一周してもらって、ウエストマークができるワンピースです。そしてモピちゃん回ってくれてたけど、めちゃくちゃそう、ここさ、布がねめっちゃ使っているので、なんだろう、歩くたびにめちゃくちゃ上品に揺れてくれます。これがまたねすごい上品味を高めてくれます。で、巻きスカートなんで一見ね不安かとは思うんですけど、中にしっかりペチコート、ペチのキャミソールがついております。で、かつこだわったポイントなんですけど、見てください、めくれてもまだ見えないんです。中すごくないですか。すごい嬉しい。ガヤがやったー。ガヤが、ガヤが適当やったけど、結構ね、めくれちゃって足が見えるとやっぱりちょっとこうね、だらしない印象になってしまうので、しっかりそう、端まで隠してくれて足元がもうだらしなく見えないように作っております。間違いない。はい、でーす、でーす、はい、じゃあ若さんが袖ちょっと短めですかって。それはね、ちょっと気持ち、キューブ丈ぐらいにしてます、これゴムなのがいいんですよ。そう、ゴムなんですよ。なんか落ちてこない、レディーかと思ったらここだけちょっと、ほんと実用的というか、そうね、ここお袖をちょっとポワンとした女の子らしいポワン袖にするためにゴムを入れてるんですけど、長いとちょっともたつき、まあ、裾が長いのでもう全部がだらしなく見えてしまうので、手首が見えるようにメリーさんと相談してキューブ丈ぐらいにしております。嬉しい、かわいい、かわいい。ちょっと水、じゃあまずじゃあミントから。はい、ね、ミント、可愛くないですか、これで。めっちゃ可愛い。そう、これペチついてます。そうなんですよ、中に結構長めの、私の身長で膝ぐらいまであるペチ、アジャスターで、長さ調節できるんですけど、のペチついてます。なんでこんな感じでペチ見せてもらってもいいですし、さっきブンちゃんみたいな感じで、タードルを入れてもらっても可愛いです。はい、可愛くないですか、このミントの色、光沢感が。ね、可愛いですよね。マジでデートとかいいし、記念日デートとか。でも下にね、モピちゃんスニーカーを合わせてるんですけど、これでタートルとか入れて、そしてなんか多分上からスウェットとか羽織ってしまうから、かわいい、めっちゃカジュアルで可愛いと思う。可愛いです。これもスカートっぽく着回す。そうですね、じゃあ着ようかな。はい、あ、ペチコートだけ見せてもらうことできますか。あ、OK です。あ、はい、やろうかなと思います。私、ベージュか、ベージュもね、なんかすごいなんか薄い大人のピンクっぽい感じではあるんですけど、だいたい顔面と同じような色味かな。めっちゃ可愛くないですか、このですね、サテンで大人っぽくて、そう、ディナーに行きたいですねって。あ、確かにね、めっちゃ可愛いです、これもね、ペチは同色で、本当このペチコートにもアジャスターが ついてるのが本当良くて、これで胸元とかも調節できるので、結構伸ばしたら下まで行くんですけど、だからこうやっても胸元とかもね大丈夫なので。そうですね、可愛いです。あ、結婚式とかで着れる生地ですか。あ、着れると思うかな。まあ、二次会とかやったら、二次会やったらいけると思います。ちょっとお式にはちょっとカジュアルすぎるかもなんですけど、でも確かに友達の二次会とか全然いけると思います。あ、そう、二次会とかいける感じですか。来てましたね、はい、いけそう、はい、で、ペチコートこれです、これですとか言ってペチコート、このちょっと細身のペチコートが1個ついております。私ね、丈このくらい、今ペチで、膝上ぐらいかな、で、全然大丈夫です。で、一応肩紐はちゃんとアジャスター付きなので、ご自身のお好きな長さにしていただくことができます。はい、なんかサテンワンピなんで上品見えだけかなと思ったんですけど、スウェット合わせ見たら可愛
いい。可愛いよね。そのコーデめっちゃいいやん。このコーデめっちゃ好きかも。可愛い。可愛い。普通に可愛い。普通にそれで急に普段着でいける。普通にね、なんかさっきまあ二次会風でしたけど、これと同じや、同じやと思えないですよね。はい、確かに。なんか全然雰囲気が。おしゃれリーダーの人みたいな。私カフェ行くとかなんか全然違う雰囲気にできるので、あの一着で何通りにも着回せができます。はい、はい、あ、さっきねモピちゃんのね、あのこのここのアジャスターを調節してたんですよ、隣で。あ、ひそひそ話そう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 、ちょっと助けてもらったんです。そうそうそう、私があのモクちゃんのアジャスターを締めてる、世話して、締めてました、世話してくれ、世話してくれ、世話してくれ、はい、はい、せーせー、あ、さとこさん、インナー使い髪って、うん、ね、いいでしょ、うん、何でもいける、ね、いけるよね、うん、てかそれもいいね、そう、かわいいですよね、これかわいい、ね、大人、大人、また違う感じですね、タンプラ同じ合わせやけど、全然大人、また雰囲気が変わるそれもかわいい、うん、ね、ジャケットかわいい、ジャケットかわいい、うん、ジャケットかわいいね、このジャケットマジでゲットしようかな、うん、え、かわいい、このジャケット、うんうん、かわいい、うんうん、アルちゃんが、ブンちゃんの帽子かぶってほしいって。オッケー。はい。はい。かぶってもらいます。ブン、うん、ちゃんの着てるトップスの品番教えてくださいって、トエさん、ちょっと待ってくださいね。はい、これも多分再販、うん、はい、したのと、ポップアップでも置いてます、うん。2色あるんですけど、これとサックス、うん、サックス。はい、の2色ございます。ブルーっぽくないブルー。なんかね、ちょうどいいブルーですね、うん、あれも。そうなんです。ブンちゃんのこのトップスは、うん、品番が 4145C でございます、はい。ウールブレントボックススウェットトップスで、今なら在庫、うん、どちらもあります。ありがとうございます。はい。めちゃバランスいいわ。ね、かわいいです。うん、そして帽子かぶった方が落ち着く。いや、思った。ね、うん、まとまる。バランスがいいですね。バランスいいよね。うん、めっちゃかわいい、そのコーデ。え、かわいい。コーデ、私欲しい。え、普通に可愛い。ね、可愛いよね。このセットはマジ狙ってます。うん、普通にめっちゃ可愛い。そしてね、この部屋が暑いのもあるんですけど、めちゃくちゃあったかい。そうなんですよ。このスウェットやっぱウール入ってるからかな。めっちゃあったかい。いや、何で前もこっちでかかってるから。だって思っちゃう。今日はね、わちゃ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 3人でね、やっていく。はい。あ、ゆうちゃん着てるのは呼んだかな、ピンクっぽいかな、そう、ちょっとピンクっぽい、くすんだピンク、うん、ローズピンク、うん、もうちょっとくすんでるかな、そうね、もうちょっとくすんでるかな、うん、まあベージュ、ベージュ、ピンク、ピンク、ピンクベージュのくすみ版みたいな感じです、感じです、はい、はい、あ、もぴちゃん中に黒着るのいいですね、可愛いですよね、なんかこれ黒だけでなんか締まった感じになる、うん、でちょっともうちょっとなんかレディーな感じが好きな方はこれを普通に白にしてもらうだけでいいと思います。あの、ブンちゃんがね、この今ゆうちゃんが着てる色で、あの白で、白タートル、白で着てたんですよ、うーん、そう着てたね、そう、でもなんかちょっと大人レディーな感じで、またこっちと雰囲気変わるので、うんうんうん、白にしてもらっても、ね、黒でもどっちでもいけると思います、色違うだけ全然いい、うん、で、かわいい、ゆうちゃんそのフォーでめっちゃかわいい、かわいい、どうやってる、どうやってる、どうやってるニットベスト、あの文ちゃんのやつと文ちゃんの紐と、うん、文ちゃんのやつと可愛い、可愛いよ、可愛いところ、可愛いところ、ベージュとこのなんかピンクっぽいの、まあ、これもベージュなんですけど、うん、そう、ちょっとバーを、うん、そう、ワントーンっぽくて可愛い、統一感出ますね、そうですね、可愛、うんうん、いです。カメラの後ろでは生着替えしてるんですか、そうです、そうです、そうです、はい、そうです、そうです、そうでございます、はい、はい、私の帽子はごめんなさい、いずしのものではなくて、あの完全に今日かぶった私物です、うん、はい、すみません、夏頃にあったメリーコラボ第1弾って今売り切れてる部分はもう再販ないですかって、スプリングなこさん、すいません、そうなんです、コラボのアイテムは基本的にはもう再販がないです、うん、あの、たまにお客様からの、あのキャンセル分とかで戻在庫が戻ってきて、あの復活する場合もあるんですけども、基本的にはちょっとコラボアイテムについてはもう夏物についてはちょっと再販がないかなっていう感じでございます。はい、あ、ベスト万能ってそうですよね、マジで可愛い、まず可愛い、お、可愛い、あ、モピちゃんやな、私はこれ、これあのめっちゃ私物のレザージャケットなんですけど、うん、とちょっと合わせて着回し着るかもしれない、うん、いけますね、全然いける、この光沢感いいね、え、かわいい、かわいい、なんか通常バージョンって感じ、え、ごめん、それも分からんかったさっきの1枚できたらなんかこの結婚式とか、あ、そうそう、なのでこれ、これが普段着、あ、そうそう、通常モード時空が止まって、そう、ニュータランベ
でさ、ピンク、一応名前はベージュなんですけど、はい、本当に薄めのなんかピンクっぽい感じです。本当画面と同じような色味でございます、うんうんね、私の丈感見たいってことだったので靴を脱いでみましたが、引きずってはないですね、うん、そうですね、引きずってはないですけど、結構布をたっぷり、洋尺たっぷり使ってるので、うんうん、ちょっとね、ボリューミーなんですよ。足が多分ちょっと隠れちゃうんで、うん、個人的に私ぐらいの身長の方は、まあ、5センチから3センチぐらいヒールを高めで履いてもらった方がいいかなと思います。私が脱いでも結構長さあります。ちょっと靴下履いてるから分かりづらいですが、うんうんうん、このくらい結構その短く可愛いですよね、うんうん、そうなんでそんなに変わらない感じで勝手に靴脱いで見せてるけどそんな感じです。はい、でございます。あゆーちゃん伝わったよ、通常バージョン。ありがとうございます。はい、じゃせっかくなんで、ブンちゃんにも、うん、メロをそうですね、はい、メロを着てもらおうかな、はい、と思います。じゃあコメント欄でいきます。あゆーちゃん言いたいことわかるよってありがとうございます。ありがとうございます。あ、かわいいストール合わせした、すごく大人っぽくなりそうですね。で、うん、本当に多分ディナーエスソットイーホテルとか多分全然いけると思う、いけると思う、うん、絶対いけます。なんで結構本当いろいろ合わせ皆さん楽しんでいただきたいなと思います。パーカーのスウェットだから貼ったら絶対可愛いと思うんだよな、うん、え、可愛いと思う。なくてあれなんですか。そうなんです、すいません、はい、うん、あ、ポップアップは割と在庫たくさん揃ってますかってあるんですけど、まあね、でも 数に限りはそうですね、はい、はい、メリーニットのグリーンとか多分完売しちゃってる、うん、店頭の方でも、あとホワイトとブラウン残りわずかだったと思います、うん、はい、そうなんです、うん、なんでお早めの方がいいかなと思います、はい、はい、あ、モキちゃんの竹感どうですか。あ、階段を掃除しないって、あ、ね、階段は多分大丈夫かなと思います。うん、丈感も私今スニーカー履いてて足首ぐらいかな、脱ごうか、脱いだ方が早いですね、うん、脱いで私これで今ほんとくるぶしぐらいです。なんで階段はね、まあ、でもちょっと私怖いからこうやって持ちながらするかもしれん。結構ね、あの長さというよりかはこの動きがすごい出るフレア感があるので、それで巻き込んじゃいそうで、うん、お掃除まではいかないけどちょびっとお掃除は軽くしそうな、はい、私が踏んづけちゃいそうなんで、私がどんくさいからだからこうやって多分私は持ちながら上がるかな、うん、と思います、はい、あーねー、クリスマスディナーとか、え、ぜひこれ行ってほしい。そういいですよね、これ普通に。そうそう、あと女子会もちょっといいとか、あーね、確かに同窓会とかめっちゃ多分流行りスタイルもなくて、うん、確かに長さにそうボリューム感があってことね。そう、動きが出るのが可愛くて、ずっとこうしときたいぐらいのこのシルエットをしてかわいい。でも多分冬でも下にタイツとか履いてもらっても結構ゆったりしてるんで、うん、その形とかも拾わず着れるかなと思います。これは、はい、うん、あ、メロンとサテンどっち推しですかって迷う。決める。でもどっちも可愛いですよね、これ。決めれんで、決めれん、怖い、決めれん、決めれん、決めれん。あ、ウエストの紐、ゆーちゃんとモキちゃん結び方違う。あ、そうですね、私、一周させてて、はい、そうなんです。私はね、一周させず、あえてちょっと長めにはしてるんですけど、私一周こっちにやって、ぐるんってやって、うん、ちょっと短めにやってるので、うん、それもお好きに調節していただけると思います、うん、いいと思います。ブンちゃんはメロを何色着てきたでしょうか。ドロロ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 なかったら悲しい。出にくくなった。確かに。